この日、区立産業会館の開館10周年を祝うイベントが開催されました。今年で開館10周年を迎えることができました。本日のビジネスフォーラムは優良企業の表彰式、ビジネス交流会などの多彩なイベントを産業会館全館を挙げて開催するものでございます。今回はこの記念イベントの中から産業振興フォーラムと新宿ビジネス交流会の模様をお伝えします。この日の午後に開催された産業振興フォーラムでは、寿司三昧流経営手法で全国に50店舗を展開する木村社長がユーモアたっぷりに講演を行いました。あの言ったんですけども、上司の業界一番難しい、私も出来が悪いんですけど、だけどこれを話すと100人中98人が1時間で迷路がポンとかる。また産業会館の各フロアでは、区内の特色ある企業団体が集うビジネス交流会が開かれました。かけていただければこれのコストっていうのが大体見えてきます。1500円弱ぐらいなんですね。3次元の CAD で作ったデータをこちらの方でですね、プリンターのドライバーで読み込んでいただいて、印刷というご家庭にあるインクジェットプリンターと同じような原理ですね。その高さが結構あるものについてはやはり造形の時間がかかるんですが、コンマにずつ一生懸命こう書いてですね、下から順に形状を作り上げていくと、こう一つの業種にだけターゲットを絞るわけではなくてですね、さまざまな業種の新しいこう意見というのを聞けると非常にありがたいなというところがありますので、やっぱこういうね、開催の場というのは非常に有意義な形でね、使わせていただければ、我々の今後のプリンターのね、発展というところにもつながってくるのかなと。大規模プロジェクトが一番一社で、会場にはビジネスにつながる新しい発見があります。所蔵しているフィルムをデジタル化するときは私どもに言っていただければ、うまく手を組めると思います。ありがとうございます犬猫専門の写真の会社を、一昨年立ち上げまして、こういった記録方法っていうのがあるのを知らなかったので、何か交流できたらいいなと。名刺をたくさん経営コンサルの先生ですとか映像の先生方々ですとか、仕事上どうしても横でつながりが必要なんです。そういった方々と名刺を交換させていただけたので、非常に今回参加してよかったです。新宿区の地場産業、染色業もこの交流会に今回出展しています。僕なんかタンス屋さんとコラボしたりとか、今押し花の人なんかともあれなんだけど、要はそれを作るところまで行っても、そこから先の販路をどうするかっていうところで、躊躇しちゃったりなんかしてる。だからこっちのビジネスはこっちとお見合いで、すぐできますっていう時代はもう終わって、伝統の技をこの街新宿ならではの新たな産業に、その模索と取り組みは積極的に進められています。また新宿区印刷製本関連団体協議会では、業界活性化のために新しい印刷技術の PR を行いました。このスクラッチって、この削るやつがあるじゃないですか。それをね、特許取った男がいるんですよ。これがあるんですけどね、ここにも絵柄が入ってるんですけどね、今までほら銀のやつでしょ、今度はその粉が全く出ない、今日は評判いいですよ。こういうのは初めてなので、これからいいと思います。新宿区では創意工夫あふれる区内の産業活動を全力で支援しています。その拠点がビズ新宿、この区立産業会館です。